はい、どうも皆さんこんにちは、ナブナイ男です。はい、本日はですね、千葉県の野田市に向かっております。ちょっと知り合いのですねご紹介で、行かせていただきました。正直言うね、千葉県の野田市って超行きづらいんだよね。春日部から行くと行きづらいというよりかは橋を渡らなきゃいけなくて、その橋がねあまりないものですごく混むんだよね。だからね、早めにねちょっと撮影してご配信できたらななんて思って今回ね行かせていただくことになりました。まあまあまあ時期を見てね、また千葉県とか、ゆくゆくは東京とか神奈川県の方もね撮影に行けたらななんて思っております。お、今回は空いてるね。この橋がさ、めっちゃ混むよかと思ったら混んでた。まあすぐにね、出まして、いつもだったら30分ぐらいかかるのよ、橋1個渡るのに。だけどもね、すぐ発進ができました。5分ぐらいだったかな。もうじきね、着く頃なんだけどね、ここら辺のはずなんだけど、なんでこれ屋根があるよ。でもマップではここって書いてあるんだけど、やっぱ商店街みたいなところ入ってきちゃったんだけど。はい、到着いたしました。はい、本日行くところはですね、こちらです。民家だらけ。すーげー細い道の中に、ポツンとあります。はい、こちらでございます。はい、聖火堂さんです。いや、びっくりした。ここすごい有名だよって言われてきたんだけど、これマジでっていう。で、ね、ディスプレイもちゃんと置いてある。これ、いや、なんか昔ながらのお店って感じがしてすごいよね。はい、それではね、早速中に入ってみましょう。いや。はい、ですね、こちらがメニュー表でございます。本日頼ませていただいたのが馬煮そばっていうのと、カレーライスを頼ませていただきました。はい、裏面もこんな感じになっております。やっぱさ、有名店って言われてるだけあってさ、すごいのデザインが。何これ、はっきりとは覚えてないんだけど、要潤さんの、サインだけは覚えてます。なんでだろうね。はい、で卓上がこんな感じでございます。でこれなんだっけ、インスタグラムだっけ、もう、やられてるらしいです。はい、古き良き、店内でですね、インスタグラムっていうのもねちょっと面白いです。でね、非常にね混んでたんでね、店内こんな感じしか撮れませんでした。で、料理が届きました。はい、まず馬煮そばですね。白いんだよね、なんだろうこれ、面白い。はい、それではいただきます。めっちゃ細麺、そうめんぐらい細麺の麺。いやー、びっくりしたわ。前どこかで食べた時もあれだよね、馬煮そばとかあんかけそばみたいなやつって細麺だった気がするんだけど、なんだろう、この系統って細麺が合うのかな。あんまり食べたことないからわかんないんだよね。で食べてみてね、やっぱりね合いました。あれかもしんないね、もしかしたらさ、醤油とかさ塩味よりも出汁の方が強いからよく絡むように細麺になってるのかな。だからね、味を一言で表現するとやっぱりね、あ、これだよねっていう味、愛され続けてるよねっていう味の感じ。入りやすい、食べやすいっていうのがやっぱり人気出るお店の秘訣なのかななんてね思ったりもしました。具もいっぱい入っててね、非常にこれ美味しかったです。はい、そうしましたらね、カレーライスが届きました。はい、カレーライスは非常にねインパクトでかくてね、ちょっと思い出に深い、一品でございます。これね見てびっくりでしょ、白いのよ、白いカレーライス。まあ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 、白ってその真っ白じゃないけどね、
普通のカレーに比べたらすっごい白いのよ。意外や意外。なんだろう、白を基調としてるのかな、このお店は。はい、で、カレーライスも食べてみましょう。いや、これね、マジびっくりした。カレーの味ちゃんとするんだよね。カレーってさ、スパイス入ってるからさ、ちょっと茶色い感じに見えるじゃん。だから、あれ、スパイス、そんなに入ってないのかなと思ったら、ちゃんと味もするんだよ。でね、このカレーは、どっちかっていうとね、昔ながらのカレーに近いかなっていう感じはします。だけど、味はね、ちゃんとしっかりしてる。味がちゃんとしっかりしてるというよりかは、昔ながらのね、日本のカレーって、要は、肉の出汁とか野菜の出汁をね、効かせて、スパイスをちょっと減らしてね。うん。小麦粉とか片栗粉でとろみをつけてる感じなんだけど、その出汁の方がね、非常に強くなって、薄いカレーじゃないんですよ。うん。だからご飯が進むの。それなのに白いのよ。これね、ほんと、インパクトがでかすぎてびっくりした。うまいうまい。このカレーうまかった。これ人気出る理由わかるなぁなんて思いました。で、私が食べてる間ね、実は言うと街の人までいた、ウェイティングかかってたのよ。びっくりしたよ。だってここら辺さ、駅ないのよ。で、ちょっとしたね、こう集落というかね、民家がいっぱいあるみたいな、まあ、駅はあるんだけどちょっと遠いのよ。なのにウェイティングがかかるほどってすごいよね。いや、だからやっぱこれね、マジで、また一つ隠れた名店をね、発見したわーってすっげー興奮した。非常に美味しかったです。はい、ではごちそうさまでした。いや、今ダイエット動画出してるんだけどね、まあ全然痩せてないんだけど、もうね、こんなことやったらそれ痩せないよって話なのよ。まあでもね、命ある限りね、うん、やっぱりね、自分の後悔でないようにね、このたくさん食べるっていうね、うん、で、やっぱりね、後悔しなかった。この店はマジで後悔しなかった。すっげえインパクトでかい。変化球がとんでもなくすごい。非常に美味しかったです。ありがとうございました。はい、ということで聖火郎さんありがとうございました。いやー、非常に面白い、ね、美味しい美味しくないじゃない、面白いお店でした。はい、それではですね、こちらはですね、千葉県野田市の、隠れた名店とさせていただきます。はい、ではですね、次の街でもお会いできることを期待しております。はい、では本日の動画は以上にさせていただきます。本日もご視聴ありがとうございました。